こんにちは。今日はアメリカに住んでいる人たちの平均的な老後の貯蓄がどのぐらいあるかっていうのを年代別でお伝えしたいと思います。日本では老後資金2000万円問題というのが話題になりましたよね、数年前。なのでアメリカに住んでいる人たちのその平均的なリタイアメント、老後の貯蓄が年代別でどのぐらいあるかっていうのをシェアしたいと思います。2021年の初め頃にフィデリティという証券会社が調査した数字があるんですね。なのでそちらをシェアしたいと思います。ですね、まず20代、これは15,000ドル、約150万円ぐらいですね。そして30代が5万ドルなので、500万円ぐらい。そして40代が12万ドルですから1200万円ぐらいですか、で50代が2000万、60代が2300万円ぐらいですね。でアメリカはその 401k プランというとってもいいね、リタイアメントの貯蓄システムがあるんですね。でこれ会社のお給料から天引きになるので、知らないうちにどんどん膨らんでいくっていう感じなんですけれども、例えばね2021年に関してはだいたいね200万円ぐらいまでなんですよ、までですよ。200万円ぐらい、天引きして、貯蓄することができて、でそれはね投資信託とか株とか債券とか、投資先は自分で選ぶことができるんですね。これにこう追随してくるキャピタルゲインですとか分配金なんかはね税金がかからないで再投資されていくので、もうね雪だるま式にどんどん大きくなるんですね。なのでねここをずっと30年ぐらいアメリカの株式市場ってね右肩上がりじゃないですか。なのでねこの 401k プランでそのリタイアメントの貯蓄が大きくなってる方はすごくね大きくなってると思います。はい、ということでね、だいたい平均的にはこのぐらいリタイアメントで、貯蓄されてるっていう感じですね。それでですね、その次に今度銀行なんかの、定期預金とか銀行でのその貯蓄がどのぐらいあるかっていう数字もね、これある銀行が出している平均的な額が出てるんですけれども、それがねこちらで、35歳以下のグループが、だいたいね110万円ですね、日本円にして。そして次のグループが35歳から44歳は280万円ぐらい、そして45歳から54歳がだいたい480万円ぐらい、そして55歳から64歳のグループが約580万円、そして65歳以上が600万円ぐらいですね。はい、ということになっています。簡単に、平均的な貯蓄とそれからリタイアメントの貯蓄でどのぐらいあるかっていうのを2つに分けてお伝えしてみました。皆さんどう思われましたでしょうか。